皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。大砲と小さなお屋敷ミルクティーさん、今回はイーニーランキングの普通から選んでおります。早速遊んでいきましょう。クリア率は 13% ですね。ミルクティー大好きです。謎発言。こっちか。大砲とお化け屋敷、この辺でジャンプしてキノコ取って、ここを無事に降りられるかって。俺にかかればそんなの無理に決まってるじゃん。超上がってきてるんだけど。厳しいぞ。いきなり厳しいぞ。これこんなところでグダって動画カットとかしてる場合じゃないぞ。落ちれた。よーし。なんかかなり偶然だけど、まあいいでしょう。ここは上には何かあるのかな。何にもないか。大丈夫、このぐらいだったらね、モフさんのコースでタイミング取るのは慣れてる。あ、危ない。タイミングは慣れてても腕がいいとは一言も言ってない。次、多分おっきなまま行かなきゃいけないのかなと思ってるんだけども、実際のところどうなんだろう。でもキノコいっぱいあるから別にダメージ食らってもよかったっぽいですね。次、おい、これ難しいな。キノコ取ってこよう。よっと、さっきの取っておいてよかった。はい、オッケー。次はこうやっていけばいい感じ、普通に。よしよし。喉の調子がまだ悪いな。週刊ポイント発見ありがとうございます。キノコも2個置いてある。優しさ、優しさの バーゲンセールだわ。上に行けばいいのかな。おわ、おい、これは無敵時間の間に結構ご両親必須なんじゃないですか。入るコースかなとも思ったけど、そういうわけでもなさそう。あれ違うのかな。てかここアンチだ。アンチやったぜ。アンチ発見。ただ無事に降りられるかどうかは別問題。さて、あと降りるだけ。降りられる、降りられる、降りられる、ルーと信じてるんだけど。ほい、よし、降りた。これでゴール、ゴールだよね、きっとゴール。そうだと言ってくれい。あー、え、あー、よかった。あー、焦ったわー。イエス、ゴールの後ろにも砲台か何か隠しちゃったのかな。いやー、苦戦した。大砲と小さなお屋敷ミルクティーさん、面白いコースでした。ありがとうございます。次のコース遊んでいきましょう。お次はこちらのコース。やだ、この1-1。演奏する、たかちゃんさん、クリア率は 20% ですね。演奏する 1-1、 これまた新しい 1-1 シリーズ。おー、すげえ、超面白い。土管には入らないで行ってみようか。すごい、最後のあんまで。かっこいいな、このコース。イーニーランキングもっと上にいてもいいんじゃないのかなとか思ったけど、いやー、この発想はなかったわ。今まで氷の1-1とかトゲの1-1とか、いろいろ入れましたけどね、演奏する1-1、これは新しい。たかちゃんさん、ありがとうございます。次のコース遊んでいきましょう。お次はこちらのコース。華麗な泳ぎを見せ、とてつもなく息がもつ森おけんけんさん、 5.5% のベストクリアタイム10秒。どういうことだ。華麗な泳ぎ、まあマリオさん泳ぎは得意でしょう。息が続く、息が続くでしょう。これは何だろう、イライラ棒的なステージってこと。このまま一発クリアしちゃうよ。いいのかな、本当に。てかこれ10秒でクリアしてる人すごくないですか。ここで一マスか。よし、もうハンドット、ハンドット、
よーし。いけるんじゃない？いけるんじゃない？いけるんじゃない？いったー！一発クリアー。いや、自分でフラグ回収するんじゃないかなとか思ったけど、そんなこともなく無事にクリアすることができた。よかったわー。これ系のコース、ハマるとハマりますからね。華麗な泳ぎを見せ、とてつもなく息が持つマリオ。31秒でクリアしてる。31秒ぐらいだったら泳いで泳げ、止めて泳げるでしょう。大丈夫、大丈夫。はい、お待たせいたしました。お次のコースは草花さん。掴んで離してぶら下がりコースター。こちらのコースはクリア率が 11%、ベストクリアタイム59秒となっております。今、サムネでコインが99あるって書いてあるように見えたけど、99枚あるの？コイン99、1アップ3枚。こういうの書いてあるの珍しいですね。こうか。ほい。コイン99枚取っていけよと。取れるの本当に。面白いなこのコース。ミニゲーム系のコースだけど。あ、やべやべやべ。ほい。とりあえず赤コインも取ったぞ。花ちゃん踏んで、コイン回収し、あ、1アップ取れなかった。あの、下に落ちてるやつもそうだったのかな。オッケーじゃないような気もする。オッケー、よし、早めに落ちて、はい、あーはー、こっち中間か。え、やり直し、やり直しっていうことはないよね。次だよね。よーし、あー、ファイヤーバーナーがあるの。そういうことか。コインがあと何枚あるんだっけ。99枚。コインはね、全部回収してるような気もするんだけど、下に2枚あるのがすっごい気になるんですよね。うわ、そんなところから来る。スピンジャンプ、あっ、挟まった。上、落ちる。花ちゃんから、ここがね、難しい。あの、上の下から下に落ちるところっていうのがすっごい難しい。これは上にいれば大丈夫。こいつらはスピン。あーはー、挟まるんだけど、ここ難しくない？スピンでメットを踏んでから音符で一気に大ジャンプか。これでどう？これで。なんかかなりずるい気もするんだけど、ああやんないと。あのチャップ取れんの？よし、赤コインを取って、これで無事ゴール。あれ、でも、これってコイン99枚取れたのかな？どうだろう、途中で死んじゃったからわからないけど、きっと、取れてると信じよう。下にあるコインはきっと違うよね。掴んで離してぶら下がりコースター、草花さんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録よろしければ皆さんしていってください。次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。